今 YouTube のコメントを見てたんですけど、なんかね最近動画ね日本投稿してるから結構パソコンの前にずっといることもあって、ついにこの俺の液晶の上に猫が来るようになって今まではねなんかマウスの置いてある机のマウスの部分とか寝てたりしたんだけど、でしかもこうやって俺がねコメント見ようと思ってこうやったりすると、マウスカーソールになんか虫だと思ってんのか知らないけどじゃれちゃうんだよね。邪魔で邪魔でさ、本当にマウスのとこでいいからさ、マウスのとこにいてほしいね。もうここだったらひなひなちょちょちょひなちゃん構ってくれないからって、もう強行手段ですよ、もう本当に可愛いけどね。よし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 。でも寝るときは一緒に寝てるんだよな。なんかベッドに行くとベッドについてくるから、それで一緒に寝てるんだけどね、足りないのかもしれない、触れ合いの時間が。よし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 。ひなちゃん帰んね、眠そう。ついにここでそこで寝ないで、ひなちゃん本当に。ひなちゃんそこで寝るのやめて。分かった分かった、寝るわもう今日は。もう夜中の1時だしな。じゃあベッド行くぞひな。ひなちゃんバイバイは、もう寝るから。ひなバイバイは、バイバイ。いやバイ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 。ひなも寝るよ。ひな。ひな。めっちゃ無視するじゃん。なんでそんな俺に構ってほしそうな感じ出しといて、呼んでも無視するの？で寝るよ。ひな。じゃあ俺がベッド行ったらついてくるんですよ、これ本当に。じゃあ見ててねみんな。今からベッド行くから。よいしょ。ひな。ひなおいで。ひな。ひな。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃあまた次回の動画で。じゃあなー。